アール・ブダンはこの道を進んだ先で姿を消したみたいだな。この先に俺たちに見せたいものがあるのかもしれない。行くぞ。ジオスライム。この辺りにもヒルチャールが暮らしてた痕跡があるな。 I don't think I can break that。 前を見てみろ。ヒルチャールの集落の入り口っぽいぞ。入ってみようぜ。おー、ガリー。お、質素なヒルチャールの集落だな。おい、ここにもかわいそうなヒルチャールがいるぞ。それにもう動いてないやつも。カール・ブダンがオイラたちに見せたかったのはこれなのか。どちらにせよ調べる価値はある。ここ一帯を調査するとしよう。このヒルチャールたち、いつも大声を出し、ヒルチャールとの思い出に。この箱って、ヒルチャールたちが食べ物を保存するのに、中身は、オイラだったら。ファイヤー。普通のヒルチャールと思うけど、言ってた。もしかして、こい。flowers。こんな地中深くに、どうして花が？亡くなったヒルチャールに手向けたのかな？Yep。言われてみれば、確かに。どこかで見たことあるような。これはカーンルイヤの国花、インテイワットだ。かつてカーンルイヤの至るところに咲いていた。この花の開花期間はもともと2週間しかない。だが誰かに手折られ、カーンルイヤの土から離れるとその花びらの成長は止まり固まる。故郷の土に帰って初めて花びらは再び柔らかくなり、やがて塵となって枯れる。故にインテイワットは勇士、つまり郷を離れて旅する者を象徴し、また故郷の優しさという意味を持つ。あ、この花がここにあるってことは、つまり。Flashback? 王子様、ついに同意していただけましたか。天理への対抗に傾倒するあまり、復興という大事な使命を忘れかけていた。確かにこんな優柔不断なままではいけない。殿下、装置の準備はじきに完了する予定です。ご命令を。賞賛はどのくらい？理論上ですと、およそ…いや、やっぱりいい。たとえ 1% でも望みがあるのなら、俺たちも同じだ。すでに深淵に飲み込まれてしまっている。尊厳なく生きるより、あの者たちは一刻も早く、循環へと戻った方がいい。これ以上、いわれのない罪を。あの者たちに背負わせはしない。そのご決断は教団にとって実に良好。お兄ちゃん、何か見ていたようだな。何を見た？そうそう、ずっとぼーっとしてたぞ。なるほど、これが双子だけが持つ奇妙なつながりというやつか。今の話によれば、奴らは装置を利用して呪いを浄化しようとしている。
おそらく先ほど見た装置のことだろう。それに彼は復興と口にしたんだな。頑固なやつだ。やはりまだ諦めていなかったか。どうやら教団はこの地を利用してヒルチャールにかかった呪いを浄化するつもりのようだ。彼らを元に戻し、そしてカーンルイヤ復興の礎とするのだろう。何しろ国民なくして国家とは呼べないからな。ふん、全く愚かな考えだ。そんな可能性 1% も存在しない。言ったはずだ。俺はこの呪いと共に500年を過ごしてきた。救いなど決して存在しない。誰よりも俺はそれを理解している。そして呪われたら最後、元には戻せない。仮に強引に呪いを払おうとすれば、痛み以外に得られるものは何もないだろう。だから理性をもってして俺は何度も言い聞かせてきた。あれはもう人間ではないと。それに執着し感情を傾けすぎてしまえば、やがて奴らのように偽善という名の泥沼に沈んでいく。そうなってしまう前にもっと救う価値のあるものに目を向けるべきだ。よっ、true。 ああ、確かにそうだ。俺たちはただの雇用関係だが、向こうは貴様にとって大切な血縁者だ。何の問題もない。貴様が彼の肩を持つのも当たり前のことだ。だが貴様がどちらを選ぼうと俺の心が揺らぐことはない。アビスを阻止することこそ俺が歩む道だ。Yeah. そうか。Why is that half a sentence? Just make it one choice. どうやら初めて会った時にした3つの質問は無駄ではなかったようだ。すでに貴様は自分なりの見方でこの世界を見ている。貴様が本心を明かした以上、俺も隠しておくつもりはない。俺は今回アビスを止めるという目的以上に、ただハール武団たちの意志を踏みにじるアビスの独善的な行為を許せない。アビスはいつ現れるかわからない。油断せずに進もう。ここからでもあの逆さの都市が見えるんだな。いや違う、気をつけろ。エネミー。うわー。あ、オンバイ。な、何が起きたんだ。前にあった真ん中の部屋から放たれた光か。ミフは。まだ異変は続いている。どうやらアビスが動き出したようだ。ダインスレイブ、なんとも執念深いやつだ。しかも殿下の血縁者と再び手を組むとは。前回転移網の確認が遅れ、お前をここに送ってしまったのは失態だったか。逃げるばかりの臆病者だった貴様が俺の正面に立つとはな。何が貴様にそのような勇気を与えた。我々は殿下のご意志を貫き、邪魔者を排除しなければならない。そしてこたびこそBitch, I killed a lot of you, like, of this large enemy, baby. あいつらを苦しめているのは貴様たちの方だ。あのヒルチャールたちには呪い以外何も残っていない。もう引きはせぬ。さあ来い、ダインスレイブ。そのくだらない意志とやらのために命を懸けてまで時間を稼ぐ必要があるのか。死に急ぐのであれば望み通りにしてやろう。貴様たちの言う呪いの浄化、池の下にあったあの装置を使うつもりだ。アビスが持つ技術を侮るな。あの装置は水の浄化作用は何百倍にも増幅されている。
そのような強引で短絡的な手段、やはり貴様たちを買いかぶりすぎていたようだ。捕まえた。ソーランの憩い。This is your final breath. 雪を前。Stop moving away. お前がずっと追いかけてたアビスの使徒、ついに倒したな。雑談している暇はない。アビス教団の装置が作動した。今から破壊すればまだ間に合うはずだ。おう、早く行こう。あ、本当？あ？や、Oh no。これが水の浄化作用を増幅させている装置だ。一瞬で消えてしまうものかと思ったが、ハール武団の魂は予想以上に強靭なようだ。Bro, why did you do that? 邪魔者め、去れ。どこを見ている？俺を仕留める絶好の機会だ。そうだろう。タイムスリープ。I've actually never seen that one before. The usual verbal ones are black. Ice will not work on this fool. Well, freeze won't work. Now activate your shield. Thank you. Now let's fight by the pillar so I can dodge. Get closer, bitch. Get close. Oh. Well, that works. Oh god, that's insanely effective. どうしよう。あのアビスの司祭を倒しても装置が止まらないぞ。ハール武団。へえ。装置が動作している限り、呪われた俺たちは本来の力を発揮できない。今この場でアビスに対抗できるのは貴様だけだ。あいつの献身を無駄にしないためにも、ここで時間を使うのは得策じゃない。転移の扉と周りの光は見たか。奴はおそらくエネルギー装置を他のところに分散しておいている。そこへ行き、装置を確認するんだ。急ぐぞ。あのアビスが設置した転移の扉を通るのか？おい、待てって。ディーン。
How the fuck? Oh, do I have to kill these? Sadly? Or no? Okay. Oh. I kinda need fire. Yeah, I don't have... I should have grabbed any more. This is not fast. I didn't break it. There we go, bitch. I have to break it normally. That gets cut off. That's the game's fault. Show me the enemy. Oh, there's a crystal thing. Hey. It's not... Wait. Hey. Yeah, it gets cut off. It's not my fault. I'm not gonna wait for a fucking dialogue. Need to heal? Okay. Iza. Yuko. Iza. There you are. Kaze no yukusaki. Tsukamaeta. Se. Go anshin wa. Hak, hak. Atari kuraku natta. Oh, I broke it. Mannaka no heya ni modotte kakuin. Wait, where's the fucking portal? Oh no. Sore. Kore de souchi wa kanzen ni tomatta yo na. やけつくような痛みもなくなった。オイラたち、アビスの計画を阻止できたってことか？確認させてくれ。ダインのやつ、かなり落ち込んでるんじゃないか？昔の戦友と、こんな形で再会するなんて。行こう。申し訳ございません、末光の剣、ダインスレイブ様。あの時、俺は民を守ることができませんでした。いや、この500年、貴様は自分の責務を果たしてくれた。今でも、貴様たちは俺の誇りだ。カーン・ルイヤは滅亡していないんですよね。だってこうしてあなた様が立っているんですから、うん、だから復興
抗の必要もない。さっきのってハール武団の魂か？ここには奇妙な力がいくつも集まっている。魂を目にしてもおかしくはないだろう。だがこれ以上深いところを探索するつもりなら注意する必要がある。ああ、気をつけるよ。ところでラインは一緒に来ないのか？さっきの装置で少なからずダメージを受けた。体が癒えるまでしばらく時間がかかる。そうだったのかって、そんなのとっくに気づいてたぞ。ずっと痩せ我慢してたんだろ。ラインにも休みが必要だと思うぞ。例えば休暇を取るとか。休暇？俺に似つかわしくない言葉だな。俺にはまだなさなければならないことがある。今この時も運命の食器の計画は進んでいるのだからな。ここの増幅装置もあの計画と何か関係があると疑った方がいい。気遣い感謝する、雇用主。次に会う時、貴様が向こう側になっていないことを祈ろう。まったく、最後にあんなこと言うなんて根に持つにも程があるぞ。お前のお兄さんには会えなかったけど、手がかりはいっぱい手に入ったな。旅を続けてればいつか会える日が来るさ。そしたらちゃんと仲直りするんだぞ。な、忘れるところだった。オイラたちヒルチャールの変わった行動を調べにここへ来たんだったよな。ひとまずコーフさんに報告はできるけど、どこから話せばいいんだ。ここの出来事って事情を知らない人からすると複雑すぎるし、とりあえず